はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、まぁ、あ、ちょっと早いですけど、11月後半におそらくレギュラーの後半更新が来ると思うんですが、まぁ、あ、ね、早いことに越したことはないんですが、はい。えー、ゴールキーパー編なんですけれども、なるべく当ててみてます、当ててみせます。<laughs> レギュラーで当たり級登場選手予想ということで、まぁ、あ、ね、レギュラーカードといえば、はい。まぁ、あ、ね、結構皆さん、もう深く関係があるので、まぁ、あ、注目すべきとこだと思うんですけれども、 まあ当然ね、あのー、前半、後半分かれてるので、後半出る選手も変わる場合もあれば、当然グレードとかも変動する可能性もあるんですけれども、まあ、その中でもね、今、そうですね、ゴールキーパーだったら権田選手とか、まあ、あとね、まあ、ブローダー選手とか、なんかここら辺ね、<laughs> の選手たちが、今結構ね、当たり候補と言われてるんですけれども、じゃあ後半は誰が当たりになりそうなのかっていうのをね、今日この動画でちょっとお教えしたいなと思います。はい。まあ、あくまで予想なんでね。 外れることもあるんですけれども、まあ、信じる人はちょっと当てにしてもらったらなと思います。はい。ということでね、まあ、何をもって予想していくのかっていうところなんですけれども、まあ、こちらになりますね。はい。当たり予想の注目点ということで、まず前半シリーズでのスキル。まあ、これどういうことかというと、大体ですけど、まあ、絶対ではないんですけれども、前半シーズンで良いスキル構成をもらっている選手というのは、 基本的には後半悪,悪いというか、まあ、すごくいいスキル構成で出ないことが多いです。例えば、まあ、今、権田選手がすごくいいスキルで持ってるんですけれども、まあ、後半になると、うん、ちょっとね、部が悪くなるんじゃないかというか、まあ、大体そういう傾向にあるんですよね、ちなみにね。なので、逆を返せば、前半シリーズにそんなに注目されてない、結構グレードの高い選手とかは特にそうなんですけれども、はい、あたり、カードで出る可能性が高いということですね。うん というところと、まあ、あとはチーム内でのね、やっぱチーム内っていうそのくくりもまあ一応 J クラーありまして、あまりにも全員当たりとかないんですよ。基本的にはね、うん。まあ当たりが多いチームは当然あるんですけれども、まあそもそも85以上の選手カードの枚数がちょっとチームによって違ったりするので、まあ一概に絶対とは言えないんですけれども、まあやっぱりチーム内でも、うん、なんか当たり選手、外れ選手、まあ64とか、 まあ多くても6、4とか7、3ぐらいの割合じゃないかなと思うんで、まあ、そこもちょっとだけ、まあ、その選手のチーム内での、例えば前半シリーズにすごくいいカードが出てて、そのキーパーの選手だけちょっと荒って感じだったら、余計に出やすいってことですね、はい。後半シリーズはね、逆になる可能性が高いんでね。まあそういうところとかね、を元にちょっと予想していこうかなと思います。 で、あとですね、後半シリーズになったらもしかしたら今、シュートセーバーが結構出てきて、パーフェクトセービングのちょっと存在感がちょっと薄れてきてると思うんですけれども、まあ、それに踏まえまして、パーフェクトセービングが、 結構な割合でキーパーにつく可能性。まあ今、ゴッドハンドが結構多いと思うんですけれども、パイフトセービングも徐々に増えていく。まあ要は前半シリーズよりも増える可能性というのが結構高いんじゃないかなと、個人的には思います。まあ大量って書いてますけど、まあどれぐらいの普及率になるかわかんないですけど、まあ多くて、どんぐらいかな。3、4割ぐらい増えればいいんかな。になればいいんかなと思うんですけど、まあ増えてくる可能性というか、まあ増えるのは増えると思うんで、まあそういったところもね、まあちょっと注目していくところかなと思います。 はいまあ、後半レギュラーね、特にこういうところにちょっと注目していってほしいなと思います。はいということでね、じゃあ予想していくんですけれどまず1人目、まあ当たり選手、1人目で出そうな選手はこの選手です。はい川崎フロンターレのチョン・ソンリョン選手です。まあ、ソンリョン選手ね、まあスキル構成見てもらったら分かるんですけれども、まあ、A セービングもらってないというね、前半シーズンね。 まあおそらくですけれども、ここが言う、まあ関係して A のセービングはほぼもらうんじゃないかなと思うので、まあここパーフェクトセービングがつく可能性も全然あるのかなと思いますで。グレードがね、ちょっとね、まあそんなに89超えるかどうかって言われたらちょっと怪しいんですけれども、まあ超えないにしてももう一つ、例えばこれが1対1の間合いとかだったら、まあすごくいいし、まあこれがね、ウォール系とかだったらまあまあいいし、 てな感じで、もう一つのまあスキル構成の組み合わせ次第にはなってくるんですけれども、まあ全然、あのー、グレードもね、まあ上がってもおかしくないと思うんで、まあ一応トップの可能性があると言ってもいいのかなと思います。ただまあトップになる可能性はこれから出てくる選手よりはちょっと低いかな。うん。あとはまあボナセンがどうかとかね。まあボナセンディフェンスもらってるんで、もしかしたらちょっとディフェンスつかないかもしれないですけれども、 まあここは十分にスキル構成的には期待できるのかなと、後半シーズンね、特に思います。はい。じゃあ、2人目なんですけれども、ガンバ大阪の東口正明選手ですね。東口選手も、まあ、怪我でちょっと出遅れてるんで、そもそもレギュラーが出てないというね、あの状況なんですけれども、まあ、後半シーズンはね、おそらく間に合うと思うので、まあ、登場は。 おそらく間違いないいななかと思います、まあ、そうなってくると、まあ、結構キーパー的なグレードで言えば高い方なので、で個人的にはワン、ね、シーズン限りのカードであんまり外れを出すというのは考えにくいので、こも基本的には当たり候補で間違いないんじゃないかなと、個人的には思います。はい、でセービングはまあ持ってくるでしょうねって話なんですけれども、これまあそうですね、パーフェクトセービングぐらいはもらってもいいんじゃないかなと、個人的には思います。 であとはあ組み合わせ次第なんですけれども、ここもね、まあ、もう1スキル、もう2スキル、まあ、東口選手だったら3スキルだと思うんで、もう2スキルあると思うんで、まあ、ここが間合い系が、ね、入ってくれば最高ですけど、まあセービング、あのウォール系でもいいし、まあフィードかもしれないですけど、まあ、組み合わせがどうなるかですけどね、もしかしたら、えー、セービングと間合いとエアウォール系の派生のスキルを持ってくる可能性も全然あると思うので、ここはトップの可能性十分にあると思います。 まあ、ボナ戦があとどうなるかとかね、ちょっと注目ポイントいろいろありますけれども、まあ、ここは期待して、ね、いいんじゃないかなと、個人的には思います。はい。3選手目、えー、セレッソ大阪のキム・ジンヒョン選手です。はい、キム・ジンヒョン選手もまあ、レギュラー、ね、出てますけれども、今年はグレード91で出まして、間合いとセービングとディフェンスの ABC の順番ですね。 まあ十分これでも正直強いんですけれども、まあ A セービング持ってなくて出てきてるので、まあこれは A セービングが出てくる可能性が十分高いと思います。で、まあ A セービングといえばもうシュートセーバーなんですけシュートセーバーはさすがにないんじゃないかなと個人的には思うんですけれども、まあセービング、パーフェクトセービングぐらいはもらえるんじゃないかなと、ここも思います。はい。あとはまあ組み合わせ次第なんですけれども、キム・ジンヒョン選手はまあフィードがついたりとかも結構するイメージあるんですけれども、 うん、この前半の組み合わせだとフィードがないので、多分フィードはもらうんじゃないかなと、個人的には思うので、あと1つ、ま、た理想としてはパーフェクトセービングで間合いがあってセービンあー、フィードかなって思うんですけれども、まあ、そんな感じで出てもおかしくないんじゃないかなと思うので、ここも当たり候補ですね。まあ、当然、ここもトップの可能性十分にあると思います。はい、ということで、4人目なんですけれども、サガントスのパク・イルギュ選手です。 はい。パク・イルギュ選手も、えー、スキル構成見ていただきますと、レギュラーの方はグレード92で、エアウォール、スーパーセービング、で、飛び出しということが細、まあ、い,いですね。はい。この3スキルなんですけれども、まあ、ここもね、A セービングもらってないので、おそらく後半は A セービングがほぼ確実にもらってくるかなと思います。で、ここもね、まあ、当然ね、他の組み合わせ次第なんですけれども、まあ、そうですね、こっから見ると、ウォールと、 うーん飛び出しなんで間合いなんで、まあ、これがどうつくかですね、後半ね。ここもそうですね、同じことなんですけれども、まあ、ここも理想はやっぱ B の間合いかな、うんで。グレード的にも89超えると思うんで、3スキル構成として、まあそうですね、まあ、これがね、順番入れ替わるぐらいがいいんですけれどね、いいんですけれどもね、はい。 まあ、ちなみに、まあ、ボナ戦なんですけど、まあ、ディフェンスもらってるので、うん、後半はちょっとここ、ディフェンスもらえない可能性も、まあ、十分にあるんじゃないかなと思うので、まあ、正直、キム・ジンヒョン選手とか、東口選手よりはちょっと期待できないかもしれないですけれども、ここもでも十分トップクラスの可能性はあると思います。まあ、ここもね、どういうスキル構成を持ってくるか期待できると思います。 はい。じゃあ最後なんですけれども、ロアッソ熊本の佐藤祐也選手です。ここで J2 からちょっと選ばせていただいたんですけれども、まあ、ここの佐藤選手なんで選んだかっていうと、まずスキル構成が、まあ、レーザーフィードとスーパーセービングということで、エースセービング持ってないというところがありまして、ただグレード的にはどうですかね。まあ、正ゴールキーパーとして熊本のね、ゴールマウス支えてるんですけれども、もしかしたら、ま、89とか乗ってもおかしくないかなっていうところがまず一つと、あと、ま、熊本自体調子いいチームなので、 まあ逆を言えば、うん、その他の選手も結構グレード上がるんですよね。だからまあそこのグレードの不安はちょっとあるし、まあもしかしたら上がる可能性も全然あると思うんで、ちょっとギャンブルチックなとこあるんですけれども、まあここは、とりあえず85以上で出れば、まあ衛星 B が持ってくる可能性はほぼ間違いないというところと、まああとは組み合わせですよね。まあここ多分フィードもらってるんで、僕個人的にはフィードないんじゃないかなと思うんですよね、後半ね。ここをもしかしたら、 まあ、セービングと、まあ、アイとかでもいいし、セービングとかエアウォールとかでもいいし、ここはね、どっちかになりそうな気がするので、ちょっとプッシュさせていただきました。で、ボナセンがパワーなんで、ここはね、ディフェンスに入れ替わる可能性十分にあると思います。<laughs> まあ、なので、個人的には89とかで出たら結構厚いんですけど、まあ、85以上でとりあえず出れば、結構注目の的になるぐらいのカードが出てくる可能性が十分に個人的にはあると思います。なので、まあ、ダークホース的な存在でね、当たり枠、 あの入ってくる可能性があるんで、まあ、ここはね、ちょっとね、佐藤選手ね、個人的には注目してほしいなと思います。はい、ということでね、今日ょあ5選手ですね、消化しましたが、いかがだったでしょうか、実際ね、まあ、大体レギュラー枠でうーん、ゴールキーパーで当たり選手と言えれる選手は、まあ、5、6人だと思うんですよ。で、この全員が来るか分かんないし、 まあ今結構いいスキルで出てる選手がもしかしたら後半シリーズのね、いいスキルでもらってくる可能性もないとは言えないんですけれども、まあ特にね、まあ別にここに紹介しただけの選手じゃないんですけれども、まあ他にね、なんかこの選手、なんかあ似,た似てるなとか、この選手もしかしたらって思う選手がいたら、その選手は目をつけていいんじゃないかなと思います。まあ実際はね、11月後半のレギュラー更新ね、来るまでわかんないですけれども、 まあ、あくまでね、まあ、紹介していこうかなと思いまして、ちょっと動画にさせていただきました。で、これ、ゴールキーパー編なんで、あの、ディフェンダーとか、まあ、センターバックとか、ちょっと細かく上げてするかどうか、ちょっと考えますけれども、はい。随時、ポジションやっていきたいと思います。まあ、ただ、これの公開がね、おそらく9月29日になると思うので、うーん、多分ね、30日に更新が来るのちょっとね、間が空くと思うんですよね。まあ、どういう公開スケジュールになるか分かんないですけど、まあ、すべてね、やっていきたいと思いますので、えー、今回ね、 ゴールキーパー編見ていただいた方は、これからセンターバック、サイドバックとかね、続いていくと思うんで、そちらの方もぜひよろしくお願いします。ということで、じゃあ今日はね、ゴールキーパー、えー、レギュラー後半に、えー、当たり級になるんじゃないかというね、ご選手を紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。